こんにちは、P です。リバース、何でもやクエスト、チャプター10。星をめぐる命の営み。掲示板から受けてみます。はい、コスモ天文台。はい、年とともにあらぬことを。どちらに行かれますか？はい、コスモ天文台お願いします。ちっちゃいですね。うんうん、やはりありました。お話聞いてみます。ちっちゃん、何してるの？いやあ、わしも久しぶりにフィールドワークに出ようかと思っての。必要な道具を探してたんじゃな。はて、あれはどこにあったか。もうフィールドワークならオイラが行くよ。ちっちゃん一人じゃ心配だし。ほっ、年寄り扱いするでない。わしだってまだまだ。ほっ、ほらね、調査はオイラたちに任せて、ちっちゃんは休んでてよ。もうお前たちが谷にいる間しか頼めんしの。今回は甘えるとするかの。うん、何でも言ってよ。実は気にかかっていることがあるのじゃ。わしがかつてこの辺りのライフスポットを調べた時の調査記録じゃ。俺が知ってるのとは違う。うん、ライフストリームとは絶えず動き流れるもの。エネルギーが噴出する場所も一定の周期で位置を変える。じゃが最近谷の調査隊から気になる報告があったの。まあ詳しいことは調査が済んでからじゃ。まずはこの場所へ行き、魔法測定器で周辺の魔法周波数を調べてもらえるかの。分かった、行ってくる。はい、ライフスポット調査記録1。はい、行きます。メモを開く。うん。あれ、右の方だね。あ、マップには出ないですね。なるほど。ここから。はい。移動レポート3からいきます。ですね。あ、うん。柵っていうのかな。あれですね。忘れておったわい。ちっちゃん、来ちゃったの？そう、邪険にするでない。やはりこの目で直接見たくなっての。あ、なんとなく枯れてる気がするね。普段のライスポットは青いもんね。ここはすでに測定器はあるかも。ああ、何よ。ダメだな、ほとんど反応してない。うん、そうか。念のため他の場所も確認するとしよう。次はこの2箇所のライフスポットに向かってみてくれるかの。わしは怖いのにはから。2と3をいただいたんですね、今ね。はい、あ、ここ、はい、あ、この辺だね。はい、第31チョコボからいきます。まずぐるっと回らないのかな。あ、防御柵って書いてある。あれですね。あ、なんか敵がいる。うんうん、守らなきゃ。あ、はい、ご苦労ご苦労。やっぱり枯れてるね。ここもダメかな。10、いや400か。振れ幅が大きい。この GZ という単位はなんて読めばいいんだ。ゲーゼル、じっちゃんの名前だよ。ライフストリームに一定の波があるのをじっちゃんが最初に発見したんだ。おほん、そんなことはどうでもよい。さあ、まだまだライフスポットは残っておる。ぐずぐずしてると日が暮れてしまうぞ。はい、同じところから本番いけます。31チョコバ。これね、すぐ後ろ。あ、はい、ありました。あれですね、これが氷が逆転だったよね。わ、すごいダメージ2000超えてた。今はやっぱり魔法強いですね。今ね、レポート、じゃあ7機クリアしてね。全部じゃないんだけど、生前攻撃というマテリアをね、クラウドと2個目を入手してエアリスにつけてます。もし ATB がたまるかな。はいしね、はたまた目覚めの予兆か。ウェポンの声に似てるね。なるほどな。であるならば、やはり。さて、残りのライフスポットへ。先を急ぐとしよう。これは次の目的地の調査記録じゃ。はい、引き続き頼んだぞ。はい、4ですね。起動レポート4。あ、はい、柵ですね。だからね、その先制攻撃にキャラつけてって、魔法重点的なパーティーになってますね、今ね。あれとはね、もう一人あれば今だ。あ、雷の季節が来たね。鍵はん鍵でしたね。鍵でした。限界を超える。そこそここっちが足りないね。次これも有名だよね。あ、レベルアップしました。あ、これは少しあ、なんだフィーラーか。ほう、変わったお客人がいるようじゃの。じっちゃん、運命を支配する者がいるとしたら信じる？ほうほう、運命など後から取ってつけたまやかしに過ぎん。今をどう生きるかはわしら次第じゃ。そうじゃろクラウド。ああ、そうだな。あ、なんでクラウドの気分だ。なんか知ってるのかな。7083か。かつてないほど活性化しているようじゃな。時の流れにつれライフストリームの流れが変わったのか、あるいは何者かによりねじ曲げられ増幅されたのか。残すはあと一つじゃ。油断せぬようにな。自己化証明。これ？はいはい。あ。このね、一番下の直後ストップ。あら、いますね。すぐ後ろだったと思います。ここ。ね、目作。これは近いよね。あれ、ここ戦わないのかな。敵がいないですね。ここはモンスターがいないね。もう枯れてしまっておるようじゃの。クラウド、魔鋼測定器をこちらへ。これはじっちゃん、下がってて。飛んでけ。確実にふぶけ。畳みかける。追い打ちだ。お主らがいてくれて助かったわい。本当だよ。おかげでいろいろなことが分かった。お主らの言うように、どうやら今星にはさまざまなことが起きているようじゃ。さて、何について話そうかの。ライフスポットとは元来星の流れに合わせ絶えず場所を変えてゆくものだが、これほどまでに短い周期で枯れ果てるなどかつてなかったことじゃ。理由は定かではないが、星の命の営みは今急激な変化を迎えているようじゃな。ウェポンか。古い文献に登場するからその名は知っておった。だが何かの象徴、例えであって実在するとは考えていなかった。だからお前たちの目撃談も即座に否定してしまったというわけじゃ。いや違うな。わしは恐れていたのじゃ。星の危機に生まれるというウェポンの存在、ひいてはこの星の行く末を受け止めること、お主らの訴えを邪険に扱ったこと、改めて詫びよう。この通りじゃ。恐怖に向き合わねば恐怖を克服することはできん。ウェポンの予兆、わしも真実として受け止めねばならぬ時が来たようじゃ。ライフスポットに漂う邪悪な気配、どうやら生命学の領域では計り知れない何かが起きているようじゃ。お主らはなんぞ心当たりがあるようじゃの。うん。ほうほうほう。七木よ、それでよい。憶測で物事を語り始めれば、真実を見る目は失われ、やがては道を誤る。あれについては、今しばらく観察が必要そうじゃの。いずれにしても、偉大な星に対し我々一人の人間一つの命ができることなどないに等しい。星とはこれまでこの星に生きた幾億もの命、その全てだからの。しかしそれは同時に星も一人一人の人間一つ一つの命の集合体だということでもある。小さな波紋も広がり響き合えばやがて大きな力となるじゃろう。まずは己にできること、成し遂げるべきことに全力を注ぐことじゃ。わしも今一度全力でこの星と向き合うとしよう。何か分かればお主らにも伝えるでの。うん、無理はしないでね、じっちゃん。おっと、こんな時に誰かの見張り番からのようじゃ。何？なんということじゃ。どうしたの、じっちゃん。谷を巡回していた調査隊から貴族の亡霊を目撃したと報告があったそうじゃ。洞窟は封印したんだよね。した。この目で確認したぞ。それならどうして。何しろ相手は亡霊じゃ。わしらの理屈では計り知れん。七木と仲間たちよ、力を貸してくれ。詳しい話は見張り番に。わしも谷へ戻るとしよう。はい、クリアです。このクエストをクリアすることによって、次のさまよう亡霊が解放になるみたいです。はい、次回はさまよう亡霊、攻略してみたいと思います。はい、じゃあまたです。バイバイ。